習志野市長の宮本泰介です。現在5月18日月曜日午後5時頃です。今日のニュースなどでは、緊急事態宣言が解除された県内での営業の再開に関する内容が多く、それぞれの業界が新型コロナウイルス対策を実施しながら慎重に対応されている姿が映し出されていました。一方で感染リスクが高いとされる業種の方が再開できないこと、そして再開できずにそのまま別の道を歩み出す姿も紹介されていました。習志野市では本日から定額給付金事務にあたる業務体制を増強いたしました。そして20日水曜日からは市内で営む中小企業をはじめとする事業者への皆様への本市独自の給付金に関する申請受付を開始いたします。ホームページ等で詳細をお知らせしておりますので、どうぞご活用ください。はじめに市内在住の感染者の発表についてです。千葉県から昨晩も発表はありませんでした。17日連続となります。そして千葉県全体でも発表はゼロ、ありませんでした。しかし千葉県の緊急事態宣言はまだ続いております。引き続き人との接触を8割削減してください。そして免疫力を維持して鼻と口をマスクしてこまめに手を洗ってください。次の話題です。今新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に全力を尽くしている最中ですが、世界中に存在するさまざまな感染症などがありますが、動物の中で最も人を死に至らしめる動物は何でしょう。これちなみにウイルスや菌は含みません。ウイルスはそもそも生き物ではないという説がありますし、菌は植物に分類されるそうなんですが、ご存知でしょうか。これは2014年にマイクロソフトの創業者として有名なビル・ゲイツ氏が WHO などのデータをもとに公表した内容です。答え、蚊です。ここに絵が描いてありましたけども、答えは蚊です。蚊は感染症を媒介するのです。ちなみに2位は人間なんだそうで、その数なんですけども、人間は内戦やいろいろな戦争以外にも年間40万人近くがいわゆる殺人などによって亡くなっているそうですが、この蚊に関してはなんと70万人を超える人を感染症に至らしめて、そして死に至らしているということです。実は最新の広報習志野5月15日号の12ページに掲載されているんですけども、こちらが最新の広報習志野になりますが、これの後ろから1ページ目になります。後ろから1ページ目のこちらになりますが、クイズが載っているわけではないんですが、実は毎年のようにですね、この時期になりますと蚊に気をつけてくださいというお知らせをしております。実は日本でも蚊が媒介する感染症がいくつかあります。有名なものとしては日本脳炎なんですが、最近だと海外から持ち込まれたとされるデング熱や自家熱への注意が必要と厚生労働省などでも普及しております。この日本脳炎という病気なんですが、実は年間に数人がかかっています。これ意外と知られていないんですけども、そして今いろいろなウイルス対策、感染症対策がある中で、ぜひこの日本脳炎の予防接種については受けていただきたいというのが私たちの立場です。いろいろな感染症対策が出てきている中で、ついつい予防接種をですね後にしがちなんですけども、ぜひ受けておくべき
あるいは受けておいた方がいいとされる予防接種については、積極的に予防接種をして受けていただきたいと思います。まあ、もちろん人のそれぞれのコンディションによって副作用等がありますから、そういうことにはしっかり注意しながら、お医者さんと相談して接種できる予防接種はするという立場をぜひお願いします。なお、新型コロナウイルスは唾や咳あるいはくしゃみなどの飛沫に含まれているウイルスという見解でございますので、今のところ蚊が媒介したという報告はありません。ですので可能性は極めて低いと思っていただいて構わないということです。ですがこれから人が活動する時期を迎えるにあたっては、特に今は病院や保健所への負担軽減も含めて徹底して健康管理に努めましょう。そして蚊に対する対策ですけども、お分かりのように蚊を発生させないことです。蚊の幼虫はご存知の通りボウフラと呼ばれておりまして、水中にいます。すなわち蚊は卵を水中に産みます。ですからあらゆる水たまりをなくすということがポイントになります。これからは梅雨時ですから、雨が降って水がたまる場所にはボウフラが発生する、こういうふうに思ってください。具体的な場所といたしましてはですね、こちらのホームページに書かれているんですけども、フルタイヤとかですね、あと発泡スチロールの箱、まあ、庭にあるものは全体的にそうですね、ついついちょっと見落としがちなんですけど、ちょっとした水たまりの中にももうボウフラのはそもそも小さいですから、ですからもういろんなところにいると思ってください。はい、まあ、代表的なところはこういう感じです。フルタイヤの中なんていうのは本当に見過ごしがちですけども、で、まあ、蚊といえばイエ蚊もいますし、ヤブ蚊もいます。ヤブ蚊なんかはもう庭に行くとすぐに刺されてしまいますけども、蚊の獰猛性ということから言うとですね、いわゆる茶色い少し大きめのイエ蚊っていうのがいますけども、あっちの方が強いんだそうですね。寝ていてもですね、追っ払ってもちょっと我慢してるとすぐに耳にプーンという嫌な音がしますけども、あれは血に飢えてる証拠なんだそうです。で、もう一つ大切なことなんですけども、今のようにですね、蚊について知ることなんです。でそもそもなぜ蚊は人を刺すのかということです。厚生労働省の解説によりますと、蚊はメスしか刺しません。いわゆる吸血しません。まあ、そうやって聞くとですね、そうか、メスだけ気をつければいいんだというふうに思いがちなんですが、大切なのはこの先で、メスが吸血する理由なんですけども、卵を作るための栄養にするためなんだそうです。卵を産むためじゃなくて卵を作るため。で、これすなわちですね、受精しているかしか刺さない。逆に言うと、メスでも受精していないかは刺さない、吸血しないということなんだそうです。ということから考えますと、受精するということはオスも駆除の対象にしなければいけないということです。まあ、少し蚊に対して同情的にならなくもない話なんですが、先ほど言ったように蚊は人間にとって感染症を媒介する最たる動物ということになりますから、ここはしっかり対策しましょう。詳しくは広報ならしの5月15日号やホームページでもお知らせしております。本日のお知らせは以上となります。緊急事態宣言の前から感染症対策本部は生活経済対策本部の状況を含めて連絡会をほぼ毎日開催しております。そういう中で情報の共有と検討を行っておりますが、今は6月以降の当面の対策について詳細を詰める段階に入っています。
今週中には公表いたしますが、まさに新しい生活様式を実践していく内容です。大人も子どもも今までの生活習慣と大転換する内容となりますから、行動の整合を図ることはもちろん、全体に周知してすぐに浸透できるように表現なども工夫するなど慎重にやっています。市民の皆様にはこの先もご不便をおかけするかもしれませんが、新型コロナウイルスと共存していく新たな生活様式を早く一緒に理解し習慣化しましょう。いつもご協力いただきましてありがとうございます。引き続きできる限り人と接触しない、引き続き鼻と口をマスクする、引き続きマスクをできない時には話をしない、食事の時はおしゃべりをしない、食べ終わってからマスクをつけて話をする、会議の時はお茶菓子なしでお願いします。そしてできる限り手を洗う、これらを普及してください。この動画は緊急事態宣言中は毎日発信しております。ぜひ広めてください。字幕を設定することもできます。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、移さないためにかからない、実行しましょう。